はい、こんにちは、長澤です。2月28日に山形県天童市ローリングパーク中野さんで行われたスプリングトライアル2015の模様の続きをご覧いただきたいと思います。で、一次予選ね、残念ながらコースアウトしてしまったんですが、敗者復活戦が2回あるということで、ブレーキセッティングを変えましたね。ブレーキ強めで、まずコースアウトは絶対しないというセッティングで行こうというふうに変えました。その模様ね、ご覧いただきたいと思います。ローパー初達成。おお、1、2、1、ローパーのこのおめでとう。写真撮らないです。はい、1回よ。恥ずかしい。ただ、ただ、ただままの待てる準備後に PRF っていうのがならない。バタバタ言ってる、ボディバタバタ言ってる。あれ、やべえ。はい、はい、あとまで手挙げて。やべえ。まだあるな。はい、行こう。っていう人もらいました。本当に人もらいました。はい、成長で重大な重大。はい、準決勝2組目、お願いだから走ってね。僕たちは決勝戦を見たいんだ。マジで速いやつ。Thank you.
今始まりました決勝戦。長いよろしくお願いします。大丈夫、あ、入った、みっちゃん入った、みっちゃん大丈夫、これ芝居もんでいいか、やばい。はい、あいちゃん2周目、みっちゃん出まるよ、6周目だ、6周目やめてよ、みっちゃんね。はい、あいちゃん入ったよ、いいよ、あいちゃん、いいね、あいちゃん、ということで結果3位ということになりました。結果としてはね、3位っていうなかなか良さそうな感じはするんですが、動画の中にはね出てきませんでしたが、やっぱりね圧倒的にスピードが私のマシン遅いですね。優勝した方のマシンももちろんすごく速い、もう全然違うスピードでしたね。準決勝あたりは全然違うスピードなんですが、それ以外にもね、皆さんマシンとしてはスピードものすごい速い人がいっぱいいて、たまたまコースアウトが続出して、まあ、運よく上がれたというような結果だったかなというふうに思います。でスピードだけで見ればね、まあ、20位前後じゃないかなというふうに思いました。ブレーキをがっつりかけたのもあるなと思うんですが、やっぱり元々のスピードが全然違うんじゃないかなというふうに思いました。で、速い人にいろいろバッテリーのこととか、教えてもらって、これは充電器ちょっと買わないとダメかなと今思っております。はい、ということで今後はですね、充電器バッテリーのことですね、その辺のもうもちろんなんですが、あとはモーターですね、モーターの鳴らしも見直さなきゃいけないかなというふうに思います。あとはホイールですね、ホイールタイヤあたり、この辺もねちょっと深淵がね出てないかな、ブレが大きいんじゃないかなっていうふうに今思っています。重さに関してはまあわざと重くしたりもするんでね、無理なシャーシの軽量化っていうのはどうかなっていうふうに今思ってますが、まあ剛性が高すぎるとかそういうことも研究していかなきゃいけないのかななんてね、思いました。はい、ということでスプリングトライアル2015、初戦でしたけども、結果の3位ということよりもですね、周りの皆さんのマシンを見たりとか話を聞いたりしたっていうことがねすごく勉強になって本当にいい機会だったなというふうに思います。で次回はですね、ローリングパーク中野さんで3月28日ですね、もう一回スプリングトライアル2015行われます。これ以外にもですね県内まだ、ありますので、そちらもねできるだけ参加したいなというふうに、思います。また見てねー。